トーマス・ローリー・ヤングトーマス・ローリー・ヤングはアメリカ合衆国オハイオ州の共和党の政治家第33代オハイオ州知事ヤングはアイルランドのダウン県キリリーで生まれ1847年に両親とアメリカに移住してきた当初軍学隊として1848年にアメリカ陸軍に入隊1858年に軍務を終える頃には 砲兵隊で軍曹まで昇進していた。ヤングは南北戦争勃発後、1861年9月にミズーリ州の志願兵に加わったが、12月に辞めた。1862年9月にオハイオ志願不評連隊への任命を受けて1864年9月まで務め、階級は大差に達した。1865年に新シシナティーロースクールを卒業し、 オハイオ州会院議員に当選し1866年から1868年まで一気二年を務めた。その後、オハイオ州上院議員にも当選し、1871年から1873年まで一気二年を務めた。ヤングは1875年にサミュエル・ケリーを破って、オハイオ州副知事に当選し、1876年に就任した。 大統領選挙に当選したラザフォード・ヘイズに代わってヤングは知事となり、1877年から1878年までヘイズの残り人気を務めた。1878年に連邦会議員に当選し、1882年に再指名をめぐる戦いに敗れるまで2期務めた。ありがとうございます。